で、こんな自分のやりたいようにゴーンってできる人たちにもストレスはあるんですねと、こんな ESTJ、ENTJ の方々が抱えるストレス、あ、これ今ディスってるように見えますかね。これでもここに書いてあることです。書いてあることで、これは今私たちの反応は、この ESTJ、ENTJ の人たちに対する思いが出ちゃってる、はい、から罵倒される。あ、そうですね、罵倒されるんですね、まあ、罵倒してください。はい、はいはい、この人たちが主導権を持って自ら下した判断のもと、率先して責任を取るような仕事を自然とこなしているように見えるのは、至って当然と言えることでしょうと、またこのタイプは複雑なものばかりで成立している組織の中で、明確な枠組みを持って目標達成に向かいながら能力を高めたり、課題を進めていくのに活力を得やすいため、一般的に組織で仕事に優れている印象を周囲に与えることから、やろうとすることに周囲から多大な支持が寄せられやすいと言えますと。そのため仕事面での満足は高く、ストレスのレベルは低めとなる傾向が見えますと、このあの内向の人たちが生きづらいって言ってる中、仕事でもう仕事無理ですって言ってる中、この ESTJ と ENTJ の方々は仕事面では優れていると見られやすく、周りからは多大な支持が得られていることから、仕事面でのストレスは低めとなる傾向があると。仕事なら任せとけよみたいな感じですよね。俺の言うこと聞けよ、聞けよ、ね、こういうふうにやってたらいいんだよお前らはみたいな悔しいけどそうなんでしょうね、悔しいけどそうなんでしょうと、ただまあこの2つの特徴としてはですね、ESTJ は枠組みや責任の範囲が分かりやすく、目に見える成果が出やすい具体的なプロジェクトに積極的に取り組んでいける環境や、物事が予測可能で一定のペースで進めていけるような状況を好む傾向がありますよと。一方、直感機能を補助機能に持つ ENTJ は、多様性のある環境や様々な才能やスキルを多角的に使える機会を持てる状況を好み、自主性が発揮できて、柔軟性や変化に富んだ職場に居心地が良いと感じる傾向があります。ストレスのとこが出てきませんでしたねストレスを感じにくい感じにくいって言われました。ストレスはどこですか。感じにくいです、感じにくいです、こんな状況が好きですって言われました、はい、だから内向感情、だから自分の感覚とかはもう無視してるんですよきっと。不快とかっていうのは弱い、ちっちゃお勝てません、どうすればいいんでしょう、サンドさんはおいお前できんのかって言われるって、あ、このこんな人たちに、こんな人たちに、はい、なのに私に頼み事よくしてくると、で ESTJ はピラミッド型好きそうと、頂点にいますからね、頂点、こう指示を出していくみたいな、はい、でも先ほど隊長がおっしゃったように、劣等機能が内向感情、なので、まあ、そうなのかもしれませんと、この劣等機能が勃発するきっかけとしては、自分にとって大切なことが配慮されないこと、言うことを聞けって言ってるんですからね、はい、聞きたくないって言うんですよ周りが周りが、まあ、聞きたくないっていうのか、無理です無理ですっていうのか、はい、僕みたいなんだとスッといなくなるみたいな、言うこと聞かない、そうですね、あの言っても動かない人ですね言っても動かないみたいな、はい、自分のやりたいようにやってるみたいな、あとは僕みたいに感情で返してくる人、お前がやるよ、お前がじゃあお前がやれよって、はい、この ESTJ と ENTJ を思考する人たちは、自分の感情機能を何に使うかについてはっきりとより好みをすることが多いの、そのため自分が大切に思っていることが配慮されていなかったり、無視されたり軽んじて受け取られたりすると、感情機能が反応を起こしますと、
例えば ENTJ を施行する人は、地元のホームレス保護施設のボランティアを手伝っていたとき、周囲から単に仕切りたいからやってただけだろって批判めいたことを言われたことに対して傷つき怒りを感じたと報告しています。ああなるほど、本当は優しさでやっていたのに、あの人さ仕切るのが好きだから、やりたい、目立ちたいんじゃない、目立ちたいでしょ、で、でもまあ言ったら言い返されそうですけどね、でもこう面と向かって仕切りたいだけでしょって言わずに陰口じゃないですか、あの人仕切りたいだけだよねみたいな、まあ、まあ、社会では多分そうですよね、はい、それをまた噂で聞くんでしょうね、はい、小耳に挟む、小耳に挟む、あとは相手の強い情緒反応とあってですね、周囲の人の中でも、特に自分と親しい間柄にある人が強い情緒反応を示すと居心地を悪く感じますと、要は論理的な方法ではどうすることもできない、あ、何言っても無駄じゃんこの人、この二人ですよ多分じゃあお前がやるよみたいなとか感情になってる人ですね、情緒的に反応しちゃう人、だ僕だとこうあれじゃないですか、こんな感情的には反応しないけど、はい、理屈ではそうなってるのは分かってるけど僕はこうやりたいんですみたいな無理ですってなる人ですね、はい、そうすると自分の劣等機能を使ってそれを表現せざるを得ない状況に追い込まれてしまう、要は感情には感情で返す、感情で分かってあげたいっていう時に使ったことないから分からないっていうことなんですかね、だからそうですね、例えば僕だったら、はい、多分感情なので僕はこうやりたい、はい、だから僕がこうやりたいっていうのを尊重してくれれば普通についてたりするんですよ、あ、まあ、分かってる、そうやりたいのは分かってるんだけど今回はこういうふうにやってほしいっていう相手の感情を考慮しながら対処するみたいな、はい、そこが苦手って話ですよね、理屈でここはこれが効率がいいんだからやるよみたいなのは得意だけど、なんでこいつ分かんないんだろうって感じなんですよね、そうだけど、まあ、僕はそこを持ちない、そこは上から言われるのが嫌なだけでみたいな僕のやりたいのはこういう風なんですみたいな、なんか分かる感じがする、はい、で、そういったところではストレスを感じると気持ちがやたら揺さぶられるような場面に出くわすと、ESTJ、ENTJ を志向する人たちはまず極端に論理的で冷めた態度で自らを守ろうとします余計にこう自分をまず守ろうとするとこのような態度によって同僚の情緒的な反応の激しさが一層増すことになり、その結果無意識の劣等機能、すなわち感情機能に多大なストレスを感じますと。でまた自分のストイックさへの自責の念とあります。精神的に参っている状態では自分の判断機能が結果的に他者を傷つけることになった、過去の出来事に意識を向けることが多くなります。自分の劣等機能である感情機能を目的に合わせて使えなかったことが原因と考えるため、不適切な思いやりの示し方に対して自己批判、あるいは自己非難することになって、劣等機能の感情機能に自分で自分を振り回す状態に陥ってしまいますと。やっぱりあるんですね、感情を感じる心も、で、まあ、苦手なんですよね多分それを。で、まあ、それをやるとその社会で保ってる地位とかせっかくこの築き上げてきたものが崩れちゃうじゃん。いや、その自分で保っている自分、まあ、外面多分できる人じゃないですか。できる人ですよ。でこういう仕組みを作るのが得意なわけじゃないですか、はいはい、でそれをこう人にこうやらせた時に、はいはいはい、だからこれが効率的だからやるよって普段言ってるわけじゃないですか、はい、でそこでそんなんじゃこの人たち動かなくて感情の配慮しなさい、はい、感情感情って何ですかって、で分からずに人を傷つけて、はい、トラブルが大きくなったりとかすると俺でダメなやつだみたいな大変ですね、これはこれで、これはこれで、これはこれで大変っていうのと、面白いですね社会って、いろんな人がいて、いろんな人がいるってことですよね、はい、でこんな人たちが
このインザグリップに陥った時に見られるパターンとしては、外交思考機能を過剰に使うようになりますと。例えば自分の判断を裏付けるデータがないままに、白黒つけるような建設的でない発言をする、でまたそれがどんどん重なり、思考機能不全を起こしていきますよと。いいからやれよ、結局論理的じゃなくなっていく、っていうことになっていくんですね。あとはこの ESTJ タイプの人は何の結果も出せていないのに、一つの課題から別の課題って次々と手をつけていってしまい、心の中でいくら議論しても何の結論が出ないまま終わってしまいました、なんていうふうに挙げられています。あとは心の内的状態への過剰反応とあってですね、自分自身や相手の心の動きや情緒反応に過敏になって、人の意見を自分に対する批判と誤解して過剰反応を起こす。いや、批判じゃないのに。批判じゃないのにってことですよね。で、防衛的で怯えているような振る舞いをしてしまうとあります。あとは感情の暴発、そうなってくると、この内面にある思いを表現とする場合、抑えが効かなくなる、見境がつかない状態になって、突然わけもなく、涙が溢れてくるようなことがあったり、公衆の面前で大爆発したり、っていうことなんですって。あとは自分の気持ちに対する恐れ、羨ましいな。このタイプを思考する人は、インザグリップ状態になる頻度は少ない、そしてまたそれが持続する期間は短いとありますと。ただこの普段と違う強い気持ちの揺れを体験すると、自分の辛さを人に伝えたり、いつもの効率的で統制の取れた言動を維持したりするのが難しくなる。この人たちにとっては自分自身を統制していることが自分らしさっていうふうに捉えているために、抑えを失わないことが重要なのですと。しかしこの気持ちの曖昧な面を扱うのに慣れていないため、白黒つけるような極端な気持ちの動きにしか意識を向けられず、わけのわからない部分を自分では情緒不安定ではないかと戸惑いながらひたすら隠そうとします。なので周囲の人たちは、このタイプを思考する人たちがなんとか自分を抑えようと苦しんでいることに気がつかないことが多いんですと。なのでこのある ESTJ タイプを思考する人は、自分の内面に意識が向き、体が震えるように感じたと。とにかく一人になりたかった、表面では立派な兵士のように振る舞っていても、いや心ではその傷つきやすさを隠すためにただ自分はお面をつけているだけなんだっていうことに気づいてしまった、やばいやばいと思ってるから一人になりたいみたいな、はい、っていうこの慢性的なストレスにさらされると、やっぱり多くありませんがっていう枕言葉はつくんですけど、問題解決に挑戦することに動機づけられたり、困難な状況に取り組むことにやりがいを覚えることが弱くなる、いやそういうとこは普段進んでいく、俺がやるっていう人たちなのに、そういう面が弱くなっていく、ちょっと控えめになる、控えめになる、で本来の力との接点を失い、自信をなくして建設的な動きができなくなっていく、でできなくなって怒りを暴発させるっていうような感じが書かれています。でもまあ全ての文のところに、あのそうなるとストレスを抱える部分、少ないがっていうのが出てくる、はい、